グランドフォークスは、アメリカ合衆国のスダコタ州北東部に位置する都市。ミネソタ州との宗教になっている、北のレッド川西岸、州の最大都市、ファーゴの北約130キロメートル、カナダマニトバ州ウィニペグの南約230キロメートルに位置する。人口は52,838人で、ファーゴ、州とビスマークに次ぐ、州第三の都市である。 グランドフォークスに軍庁を置く、グランドフォークス軍、及びレッド川対岸のミネソタ州ポーク軍の2軍から、ナルト試験は98,461人の人口を抱えている。グランドフォークスは、レッドリバーバレーと呼ばれる、ノースダコタミネソタ領州、及びマニトバ州にまたがる、南から北へと流れる、レッド川流域に広がる平原にあり、洪水に見舞われやすい。 1997年に起きた、レッド川の大洪水では、市は壊滅的な被害を受けたが、その後復興した。もともとはカナダからやってきた、フランス系の漁師や、毛川省たちがこの地に、毛川の交易所を設け、ルグランド・フルッシュと呼んでいた。蒸気船の船長であったアレクサンダー・グリッグスは、この地で越冬せざるを得なくなった後、この交易所を町へと発展させ、 これが今日のグランドフォークスの元となった。やがて1881年、グランドフォークスは姿勢を施行した。このグランドフォークスという名は、レッドレイク川がレッド川に合流する地点であることからつけられた。グランドフォークスの地域経済は長らく農業に依存してきたが、21世紀に入ってからは、高等教育、防衛産業、保険産業、製造業、 食品加工業、科学調査など多角化してきている。グランドフォークス国際空港を玄関口とし、グランドフォークス空軍基地も置かれている。グランドフォークスは、州最古の高等教育機関である、ノースダコタ大学の大学長でもある。市内に立地する、アレラスセンター及びラルフ・エンゲルスタッドアリーナでは、スポーツや、その他のイベントが行われる。 市内の大規模な文化施設としては、エンパイア芸術センター及びチェスター・フリッツ行動が挙げられる。グランドフォークス市中心部日のグランドフォークス市がある、レッドレーク川が、レッド川に合流する、この地は、ヨーロッパ人の入植以前から何千年にもわたって、ネイティブアメリカンの交易の拠点であった。初期のフランス系の探検家や、罠漁師、毛皮商人たちは、この地を、 ルグランド・フルシュと呼んだ。この地が、フランス植民地であった1740年代頃には、フランス系の毛皮商人たちは、ルグランド・フルシュを重要な拠点としていた。やがて18、1818年条約で、この地を含む北緯49度線以内の、ルパートランドがイギリスからアメリカ合衆国に、割上されたが、19世紀後半に至るまで、 ネイティブアメリカンがこの地の住民の圧倒的多数派を占めていた。幾年にもわたる戦争の後、アメリカ合衆国は次々と条約を締結し、オジブア族やその他のネイティブアメリカンから土地を奪っていった。1870年6月15日にこの地に郵便局が建てられ、地名が英語のグランドフォークスに改められた。同年末、後に、 グランドフォークスの父と呼ばれることになるアレクサンダー、グリッグス船長の蒸気船が、レッド側を航行していた際、川が氷結し、グリッグスとその乗組員たちは、グランドフォークスで越冬せざるを得なくなった。1875年に、グリッグスはこの地に町を区画し、1881年2月22日、グランドフォークスは、正式に姿勢を施行した。 キャスギルバートが設計したグレート、農山鉄道駅舎1870から80年代、安い地下に惹かれた、幾千人もの入植者が、ダコタ巡州に入入し、その人口は、増え始めた。その多くは小規模な家族農場を作ったが、中には、何千エーカーにも及ぶ広い土地を購入し、大規模な農場を作り、工作を監督し、商業作物として、 小麦を栽培する者も,もいた。1880年にセントポールミネアポリスマニトバ鉄道が、そして1887年にノーザンパシフィック鉄道がグランドフォークスに開通すると、市は急速に発展し始めた。ダコタ巡州を南北分割してそれぞれ州、昇格させる形で、ノースダコタ州が成立する6年前、1883年には、 ノースダコタ大学が創立した。20世紀前半には、グランドフォークス市中心部の南及び西に、新しい住宅地が作られた。また、1922年には、州の小麦製粉所及び、カントリーエレベーターである、ノースダコタミルエレベーターが、市北部に完成し、創業を開始した。1954年、グランドフォークスに、空軍基地が置かれることが、 連邦政府により決まり、市の西に、グランドフォークス空軍基地が建設された。この基地はもともとジェット溶撃機の基地と位置づけられた。1960年までには、この基地は、将兵、文官とその家族1600人以上を抱えるようになっていた。グランドフォークス空軍基地は市に雇用をもたらし、人口の増加にも寄与した。 グランドフォークス空軍基地とノースダコタ大学は、グランドフォークスの地域経済において欠かすことのできないものとなった。加えて、連邦の道路も発達とともに、住宅地や商業地の公害化が進み、用地の許す限り周辺部へと広がっていった。市西部を週間高速道路十九号線が通るようになると、市南部のこの高速道路に接続する広い幹線道路沿いに、 グランドシティーズモール及びコロンビアモールという二つのショッピングモールが相次いで開店した。レッド川の大洪水レッド川は昔からたびたび春先の雪解け水に近する季節的な洪水を起こしてきた。古代の広大な氷河固定から形成された平坦なレッドリバーバレーという地形の影響もあってその被害は大きくなりがちであった。 1997年の大洪水の際には、グランドフォークスは、上流のファーゴや、下流のウィニペグをはるかにしのぐ甚大な被害を受けた。堤防は決壊し、水位は最も高い時で54.35フィートに達し、四死上最高を記録した。その上、この洪水の最中に大規模な火災も発生し、市中心部の建物11棟が消失した。 この災害においては、グランドフォークスだけで5万人以上が避難する事態となった。この洪水の後、政府は新しい堤防システムの建設に取り掛かった。この堤防システムの完成には10年を要し、また建設にあたっては、多くの住民が転居を余儀なくされ、丸ごと消滅した地区まであった。また、市政府は、レッド川沿いの土地利用許可の内容を変更した。 陸軍工兵隊が提案した高級的な治水計画の一環として、レッド川両岸の氾濫源には、グランドフォークスト試験緑道という大きな公園が作られた。この緑道は市民に新たなレクリエーションの場を提供するとともに、将来増水が起こっても植えられた樹木やその他の植物が天然のダムの役割を果たすことを目的としていた。この他にも、 1997年の大洪水被災後の復興の中で、グランドフォークス市内の至るところで、公共、民間の様々な建物が建てられた。2001年には、アレラスセンター、及びラルフ・エンゲルスタッド・アリーナという、二つの大きな、スポーツ施設が完成、開館した。2007年には、ウィニペグ日本社を置く、ホテルチェーン、カナド・インズが、 アレラスセンターの隣に、グランドフォークスで最も高い建物となる13階建ての、ホテルを開館し、水上公園を開園した。被災から10年経った2007年には、被災前の人口を上回り、地域における雇用、及び課税可能な売上も、被災前の水準を上回るようになった。レッド川とレッドレイク川の合流点レッド川、洪水記念日グランドフォークスは、 北緯47度55分31秒成形97度一部57秒、北47.92528度成形97.03250度、47.92528-97.03250 47. に位置する。ファーゴからは北へ、約 130km、カナダマニトバ州ウィニッペグからは南へ、約 230km である。 カナダとの国境になっている北緯49度線からは南へ約 130km である。アメリカ合衆国国勢調査局によるとグランドフォークス市は総面積52.03平方キロメートルである。そのうち51.57平方キロメートルが陸地で0.47平方キロメートルが水域である。総面積の0.90%が水域となっている。 市域は、ノースダコタ州北東部、ミネソタ州との宗教になっている、レッド川の西岸、レッドリバーバレーと呼ばれる、平原上に広がる。市名に含まれる、フォークスとは、日本語では、分岐という意味で、レッド川とレッドレーク川の合流点に由来する。市の標高は254メートルである。世界でも最も平坦な土地の一つに、 立地しているだけに、地域内での標高差は、ほとんどない。グランドフォークスの地域内に湖はないが、蛇行しながら流れる、レッド川や、イングリッシュクリーにより、土地にいくらかの起伏が生じている。レッドリバーバレーの生因は、最終表記に南進した氷河による侵食である。最終表記末期に氷河が北対すると、アガシー湖と呼ばれる巨大な氷河湖が形成された。 現代のレッドリバーバレーは、このアガシーコの固定であった。当時のアガシーコ藩の名残は、現代の市西部に連なる丘に見ることができる。グレートプレーンズ城に立地し、山岳と太陽のどちらからも離れた、グランドフォークスの気候は、大陸性気候であり、欠片の気候区分では、艦隊出潤気候に属する。アメリカ合衆国のオムショーによるハーディネスゾーンは、4R である。 四季は、はっきりしており、短期間のうちに気温が大きく変わる。気候の変動を緩和する山脈や水面から遠く、離れているため、グランドフォークスは、非常に、寒さの厳しい極高圧帯をはじめ、様々な大気変動の影響を直に受ける。グランドフォークスの冬は長く、寒く、降雪も多い。夏は、おおむね温暖で、暑くなることもあり、 また雷雨が頻発して湿気が多くなる。レーバーデーを過ぎるとすぐに温暖な季節は終わるが、10月まで暖かくなる日が時々見られることがある。春や秋は短く、気温や気候が大きく変わりやすい。最も暖かい7月の最高気温の平均は、約摂氏27度に達するが、最低気温は平均摂氏13.5度まで下がり、平均気温は、 約摂氏20度である。最も寒い1月の平均気温は、氷点下摂氏14度、最低気温は、平均氷点下摂氏19.5度まで下がり、日中でも、氷点下摂氏8.5度程度までしか上がらない。降水量は、春季、夏季の6月から8月にかけては多く、月間70から90ミリメートル程度。 逆に冬季の11月から4月にかけては少なく、月間12から25ミリメートル程度、周期の9月10月は、月間50ミリメートル程度である。また、冬季の11月から3月にかけては、月間17から27センチメートル程度の降雪が見られる。年間降水量は535ミ、mm、リメートル程度、年間降雪量は120センチメートル程度である。 下し0度以下に下がることも珍しくないグランドフォークスの厳しい寒さはアカンタイ気候にも匹敵する。しかし5から9月の5ヶ月間にわたって月平均気温が摂氏10度を上回るため分類上は湿潤大陸性気候の範疇に入る。グランドフォークス市中心部の地図グランドフォークス市内の街路は概ね整然と区画されており南北に通る通りは ストリート、東西に通る通りは、アベニューと呼び分けられている。ただし、市中心部においてのみ、例外的に、レッド側と並行して、北西南東に通る通りが、ストリート、垂直に北東南西に通る通りがアベニューと呼ばれている。ストリートとアベニューの両方に数字がついており、ストリートは、レッド側から離れるほど、アベニューは、市の目向き通りである。 デマーズアベニューから離れるほど、それぞれ数字が大きくなる。ストリート、アベニューとも、北と南は、デマーズアベニューを境にしている。一方、東と西の区別はない。グランドフォークスにはいくつかの地区がある。レッド川沿いは最も早くから開発が始まった場所で、市中心部を含め、市で最も古くから、ある地区が並ぶ。また、 市中心部とノースダコタ大学の間も早くから開発が始まった場所で歴史的建築物が点在する。市中心部は2005年に歴史地区として国家歴史登録財に登録されており、数多くの歴史的建築物が立ち並んでいる。一方で2006年、市のリーダーたち及び開発業者は古いオフィスビルを高級コンドミニアムアパートに転用したり、 新たに建てたりして、市中心部に、食住近接型の高級住宅を作る計画を発表した。2019年現在においても、市中心部におけるコンドミニアムやアパートの建設ラッシュは続いている。また、市中心部は、市や、軍の政治の中心でもある。加えて、市中心部では、地域の大きなイベントや祭りも行われる。 毎年6月中旬から9月末までは、毎週土曜日に、デマーズ・アベニューとサード・ストリートとの東角に立地する、タウン・スクエアで、農産品市場が開かれる。ユナイテッド・ルーテル協会市中心部のすぐ南には、歴史的な建築様式で建てられた家屋が、街路に立ち並ぶ、ニア・サウス、サイド歴史地区が広がる。この歴史地区は2004年に、 国家歴史登録罪に登録され、2006年に指定範囲が拡大された。この歴史地区の北端、ベルモントロード、サウスシックス,スストリート、及びガートルードアベニューに囲まれた三角形の公園には、北軍陸海軍軍人会の像が立つ。その2ブロック西には、1991年に単体で国家歴史登録罪に登録されている。 ユナイテッドルーテル協会が建っている。地区東端を南北に通るリーブズドライブ沿いには、独特な建築様式で建てられた歴史的な家屋が、堤防建設用地確保のために、存亡の危機に立たされながらも、陸軍工平隊の尽力もあって、取り壊しを免れ、数多く保存されている。一方、市の南部及び西部には、比較的新しく開発された地区が広がっている。 1978年にコロンビアモールが開店して、以来、サン・セカンド・アベニュー・サウス沿いには、大型店や飲食店が立ち並ぶようになり、商業地区として、急速に発展した。2001年には、コロンビアモールの近くに、グランド・フォークス・マーケット・プレイスというモーレも開店した。ノース・ダ・コタ大学のキャンパスとその周辺にも、同学の校舎をはじめとする、 様々な歴史的建築物が立ち並び、一帯は2009年に、ノースダコタ大学歴史地区として、国家歴史登録財に登録されている。その一方で、2000年以降、ノースダコタ大学書店や、同学の男子アイスホッケーチームの本拠地である、ラルフ・エンゲルスタッド・アリーナを中心に、ユニバーシティ・ビレッジという、新しい商業地区の開発が進められている。 グランドフォークス市長者グランドフォークス軍政府庁舎グランドフォークスは市長制をとっている市長は市政府行政の最高責任者であり日々の行政実務を監督する権限を有し責任を負うそのため市政府各局及び各局長と直接共同して職務を遂行するまた市長は儀礼的な場において市の顔 市の代表としての役割も果たす。そして市長はグランドフォークスの市民に対して究極的、全面的に責任を負う。市長は全市からの投票で選出され、その任期は4年である。加えてグランドフォークス市政府はシティアドミニストレーターというシティマネージャー性におけるシティマネージャー的な職務を果たすポストも有している。 シティアドミニストレーターは市長の任命によって就任し、市政府14局とその職員を予算の枠内で指揮、監督することで市長や市議会が提示する市の戦略的施策を遂行する。市議会は7人の議員からなっている。7人の市議員すべてが市を7つに分けた小選挙区から1人ずつ選出され、その任期は4年である。市議会は 市の立法機関として、市の法律や条例、政策の策定に責任を負う。市議会は月2回、毎月第1月曜日と第3月曜日に開かれ、市政府のテレビ局である GFTV で生中継される。グランドフォークス空軍基地グランドフォークスの地域経済は一つの産業に依存していない。依然として農業が重要な役割を果たしてはいる。ものの、 他にも教育、防衛、医療、製造業、食品加工とグランドフォークスの地域経済は公共、民間を交えて比較的高く化している。州政府と連邦政府はグランドフォークス都市圏における最大の雇用主のうちの2つを占めている。グランドフォークス空軍基地は配備されている軍人のほか分艦も多数雇用している。アルトゥルヘルスシステムは 民間としては、グランドフォークス最大の雇用種である。風力タービンのブレードの生産に携わる LM、ウィンドパワー社の従業員氏の、総合年間財務報告書によると、2017年現在、グランドフォークスにおける最大の雇用種トップ10は、下表の通りである。グランドフォークスに拠点を置く、主な製造業者としては、デンマークに、世界総本社を置く。 風力タービン製造の LM ウィンドパワーや、ミネソタ州、ダルースに本社を置く、軽飛行機製造のシーラスエアクラフトが挙げられる。食品加工業者としては、アイダホ州ボイシに本社を置くジャガイモ加工の JR 新プロットや、全米唯一の州優生粉所であるノースダコタ、ミルエレベーターがある。小売業向け情報技術支援の製インフォメーション、テクノロジーズは、 グランドフォークス及びモンタナ州水浦に拠点を置いている。a m a z o n .com もかつてグランドフォークスに拠点の一つを置いていたが2018年に撤退した。その他、グランドフォークスの主な地元企業としては、金融業者、アレラスフィナンシャルやスーパーマーケットチェーンのヒューゴズといった状表にも挙げられているもののほか ホームセンターチェーンのホームオブエコノミーが挙げられる。小売業やサービス業も地域経済において重要な役割を果たしている。かつては市中心部がグランドフォークスにおける商業の中心地であったが、今日では市中心部は小さな店舗や飲食店が並ぶにとどまり、代わりに幹線道路沿いにショッピングモールを有する市南部が商業の中心地となっている。 グランドフォークス市内には3つの大きなショッピングモールがある。サウスワシントンストリート沿いに立つグランドシティーズモールは1964年に開館した。その3つの中では最古のもので、主に地元の小さな商店が入っているが、K マートも入っている。サウスコロンビアロードとサンセカンドアベニューサウスの北西角に立地するコロンビアモールは、 市最大のショッピングモールで、JC ペニーとシールズを筆頭に、アメリカン・イーグル、クレアーズ、エディ・バウアー、ギャップ、ビクトリアズ・シークレット等、約60店舗が入っている。かつてはメーシーズ及びシアーズも入っていたが、前者は2017年に、また後者は2018年に、共に撤退した。コロンビアモールとサウス・サンフォース・ストリートを隔てた、西側。 週刊高速道路29号線を降りて、すぐのところに立地する、グランドフォークスマーケットプレイスは3つの中で最も新しいもので、スーパーターゲット、ベストバイ、ローズ、オールドネイビー、アイホップ等が入っている。カナダドルとアメリカ合衆国ドルの為替レートによっては、マニトバ州、ことに、ウィニペグから、グランドフォークス都市圏に、多くの買い物客が訪れることもある。 市政府は、経済開発に参画し、既存企業の成長、及び新たな企業の誘致を促している。州の消費税5%に加えて、市は2.25%の消費税を課しているが、そのうちの約0.2%分は、グランドフォークス成長ファンド等の経済開発費に使われている。一定の基準を満たした企業は、このファンドから定理市での借り入れ。 もしくは給付を受けることができる。また、法人税や固定資産税の減免措置もある。また、市政府は、グランドフォークスとその周辺地域の企業の成長を、資金とコンサルティングの両面で補助する、半官半民のグランドフォークス、地域経済開発公社にも、軍政府や地元企業とともに、その資金を提供している。ノースダコタ大学の存在も、 地域経済開発に寄与している。1951年に、鉱山省のロバートソン活端研究所として、設立された、エネルギー、環境研究センターには、1890年代に、ノースダコタ大学の科学教授アール・バブコックが、行った、州の豊富な活端資源とその首都に関する研究の、資産が大きく寄与している。1984年に設立された、 同学の技術革新センターは特にハイテク系の企業を後押しする役割を担っている。2009年に開館した同学の技術アクセラレーターは生命科学と先端技術の分野でビジネスにつながる研究の場を提供している。そしてこれらの研究施設での成果は全米発の無人航空機に特化したビジネスパークである。 グランドフォークス空軍基地内に立地するグランドスカイビジネスパークで身を結ぶ旧聖マイケルズ病院1995年に国家歴史登録罪に登録された2016年に完成したノースダコタ大学医学部本部グランドフォークスに本部を置くアルトゥルヘルスシステムはノースダコタ州北東部及びミネソタ州北西部にまたがる20万人以上の 人口を抱える、この地域における最大の医療事業者である。同システムは1892年に、全身の一つであるセントルークス病院が、市中心部に創設されて、以来の歴史を持っている。同じく全身の一つである、グランドフォークスクリニックは1900年に3人の、医師によって設立され、州最初の自備員効果、放射線化、内科、外科。 参加の認証専門医を抱えた。その後、1971年に、デーコンネス病院と、セイマイケルズ病院が合併して、ユナイテッド病院に、さらに1997年に、そのユナイテッド病院とグランドフォークスクリニックが合併して、アルトゥルヘルスシステムとなった。同システムは、専門職。 サポート系職員合わせて4000人以上を雇用し、200人以上の医師を抱えている。同システムは2011年に名誉クリニックのケアネットワークに加盟した最初のメンバーである。また、アルトゥルヘルスシステムは前述の通り式業としてはグランドフォークス最大の雇用を主にもなっている。グランドフォークスの道路地図、グランドフォークス国際空港グランドフォークスの空の 玄関口であるグランドフォークス国際空港は市中心部の北西約9キロメートル国道2号線沿いに立地している。同空港の離着陸回数は年間30万回以上を数え、ノースダコタ州内では群を抜き、全米でも25位以内に入る。しかし、その大部分は同空港で飛行訓練を行っているノースダコタ大学航空宇宙学部によるものであり、 定期旅客便は、デルタ航空による、ミネアポリス・セント・ポール便、及びアレジアントエアによる、ラスベガス便、フェニックス、メサ便、オーランド・サンフォード便が就航しているにとどまる。2011年には、新しいターミナルビルが完成した。この空港は、フェデックスの地域ハブの一つにもなっていたが、同社は2016年11月に、 ファーゴのヘクター国際空港にその機能を移転させた。週刊高速道路 I-29 は市西部を南北に通っている。I-29 はカンザスシティから北へグレートプレーンズ東園北部を縦断する高速道路である。グランドフォークスから南へはファーゴやスーフォールズ方面へ、また北へはカナダとの国境へと通じ国境を越えると マニトバ感染周道75号線に直結して、ウィニーペグへと通ずる。合衆国本土北端を横断する国道2号線は、グランドフォークス市内では、ゲートウェイドライブという名の通りになっており、市中心部や、ノースダコタ大学キャンパスの北を通り、グランドフォークス国際空港、グランドフォークス空軍基地や、イーストグランドフォークスへと通ずる。国道81号線は、 i マイナス29と重複指定されている。この国道81号線の通勤別線は3、セカンドアベニュー及びワシントンストリートとなっており、沿道は大型店舗が立ち並ぶ郊外型商業地区となっている。アムトラックのグランドフォークス駅、BNSF 鉄道は、グランドフォークス市内及び周辺に線路を敷いている。同社の線路の上を走り、 シカゴとシアトルポートランドとを結ぶアムトラックの長距離列車エンパイアビルダー号は西行、東稿とも1日1便グランドフォークス駅に停車する。しかし、この駅はデマーズアベニュー沿いではあるものの市西端デルタ線の内側にあり市中心部からは約6キロメートル離れている。グランドフォークス市内の公共交通機関としては市政府の交通局である。 シティーズエリアトランジットが路線バスを運行している。この路線バス網は11系統を有し、グランドフォークスイーストグランドフォークス漁市をカバーしている。ノースダコタ大学の学生は学生証を提示すれば無料で乗車できるようになっている。市中心部に立地する同局のバスターミナルはグレーハウンドと提携しているジェファーソンラインズのバスターミナルも兼ねており、 ハーゴやミネアポリスへのバスが発着する。ノースダコタ大学ノースダコタ大学は、市中心部の西約3キロメートルに550エーカーのキャンパスを構えている。道学は、ノースダコタ州創設に先立つこと6年、1883年に創立した、州最古の高等教育機関である。道学は8つの学部、及び、 州唯一のロースクールメディカルスクールを含む大学院を有する州立総合大学で学部で225以上、大学院で120以上の専攻プログラムを提供し、約1万4000人の学生を抱えている。その中でも、同学は航空宇宙学部、特にパイロット養成に力を入れており、この分野においては全米でもパデュー大学、 オハイオ州立大学、エンブリーリドル航空大学等と並んでトップクラスに位置づけられている。東海大学のパイロット養成コースである工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻の学生は2から3年時に同学に15ヶ月間留学して飛行訓練を受ける。また、同学は全学的にも宇都宮大学と交流協定を締結している。 ノースダコタ大学は、US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、全米の総合大学の中で250位前後という評価を受けている。レッド川を挟んだ対岸、ミネソタ州、イーストグランドフォークスには、地元コミュニティカレッジのノースランドコミュニティテクニカルカレッジが置かれている。また、その南東約40キロメートル、同州ポーク郡の郡庁所在地である。 クルックストンには、ミネソタ大学システムの一角をなす、ミネソタ大学クルックストン校が置かれている。市中心部に立地する、セントラル高校グランドフォークスにおける K12 科ほどは、グランドフォークス公立学区、及び、グランドフォークス空軍基地公立学区の管轄下にある、公立学校によって、主に支えられている。両学区合わせて、小学校十一校、中学校三校、 小中一貫校一校、高校二校、及びオルタナティブ教育高校一校を有し、約7400人の児童、生徒を抱え、約1600人の教職員を雇用している。また、州直轄のノースダコタモー学校は、グランドフォークスに置かれている。このほか、カトリックのファーゴ市教区は、グランドフォークスに小学校二校を置いている。 グランドフォークス都市圏内に置かれているカトリック系の高校はクルクストン市教区管轄区域イーストグランドフォークスに置かれている精神高校一校のみである。イーストグランドフォークスには無宗派のキリスト教兼小中一貫校リバーサイドクリスチャンスクールも置かれている。ノースダコタ大学の存在もあってグランドフォークスは 様々な芸術や文化に触れる機会を提供している。ノースダコタ大学のキャンパス内に立地するノースダコタ美術館は、もともと1970年代中盤に、同学のギャラリーとして始まり、1981年に、衆議会の議決により、衆の公式な美術館となったものである。同館は主に、1970年代以降の、 国内外の現代芸術作品、及び地域のネイティブアメリカンによる作品を収蔵、展示している。また、同館敷地の庭園には、屋外展示物として、彫刻作品が展示されているほか、ボタン園も併設されている。ノースダコタ美術館のほか、ノースダコタ大学は、学長室や図書館等、キャンパス内の至るところに、同学が収蔵する。 芸術作品を展示している。また、道学は、市中心部に立地する、エンパイア芸術センター内にもギャラリーを有しており、そこでも、国内外の近現代芸術作品、及び、地域の芸術家による作品を展示している。市中心部から南へ、約3.5キロメートル、グランドフォークスト市圏緑道にほど近い、ベルモントロード沿いには、 グランドフォークス軍歴史協会が立地している。その敷地内に立つ小さな歴史博物館のうちの一棟、1976年にキャンベルテイと同様のゴシックリバイバル様式で建てられたマイラ博物館は氷河時代から入植初期を経て現代に至るまでのグランドフォークスの歴史に関する事物を展示している。同じ敷地内には1890年代に この場所に建てられ、2004年に、堤防建設用地確保のためにわずかに移設された、歴史的な家屋であるキャンベル邸第二次世界大戦直後のラストロン社製、プレハブ家屋、グランドフォークスの入植初期、1868年に、建てられたマルタ作りの郵便局、及び、1917年に建てられた、ブルーミングタウンシップ校舎が建っており、いずれも、 歴史博物館として一般に公開されている。チェスター・フリッツ・コード・ノース・ダコタ大学教養学部は舞台芸術学科及び音楽学科も有している。1910年に建てられたキャンパス内に立地するバートネス・シアターでは学期中を通じて同学の学生による講演が行われる。また、1965年に建てられた2400席を有する。 同学のチェスター・フリッツ・行動では、ブロードウェイのミュージカルを含む、様々な音楽、演劇等の公演が行われる。市中心部のデマーズ・アベニュー沿い、フォース・ストリートとフィフス・ストリートの間に立地する、エンパイア・エージュツ・センターでは、一年中を通して、様々な文化的イベントが行われる。同センターは、もともとは1919 19年に建てられた映画館で、 1994年に閉館後改修が始められ、1997年にレッド側の大洪水による被害を受けながらも改修が続行され、1998年に総合的な舞台芸術施設として開館した。ノースダコタ州唯一のプロ劇団であるエンパイア劇団は、このエンパイア芸術センターを本拠地にしている。また、同じく市中心部。 エンパイア芸術センターの3ブロック北西に立地するファイアホールシアターはグランドフォークスト市圏コミュニティシアターの本拠地となっておりその公演が行われる地元オーケストラのグランドフォークスト市圏公共楽団は1908年に結成されて以来この地に本拠を置いて演奏し続けているもう一つの地元楽団であるグランドフォークスシティバンドは 1884年に結成されて以来、地元の音楽愛好家が集まって運営し、市内で演奏会を開いている。地元合唱団のグランドフォークスマスターコラールズは1983年に結成され、その名が示す通りコラールを中心に歌唱している。1962年に結成されたノースダコタバレエ団は、グランドフォークスに本拠を置いており、 チェスター・フリッツ・コーでも講演を行っている。夏季舞台芸術団は、市内の小学、中学、高校生を対象とした演奏や、演技の指導、及び、所属児童、生徒による講演を行っている団体である。同団体は、3から9年生の児童、生徒からなる、グランドフォークス少年合唱団も運営している。カレッジスポーツは、 グランドフォークスで人気があり、ノースダコタ大学ファイティングフォークスのファン基盤となっている。ファイティングフォークスは男子8種目、女子9種目で競っており、ほとんどの競技において NCWA ディビジョン I に属するサミットリーグ独立校アイスホッケーは全米大学ホッケーカンファレンス、いずれもディビジョン I にところ属している。中でも男子アイスホッケーチームは 全米屈指の名門として知られ、フローズンフォー進出22回、うち全米優勝8回を誇る。また、ディビジョン2時代には、フットボールチームは2001年にディビジョン優勝、2003年にもディビジョン準優勝を飾っている。2006年、同学のスポーツチームは、もともとディビジョン I で戦っていた、男女アイスホッケーチーム以外もすべてディビジョン I に昇格した。 グランドフォークスには主要な屋内競技場が2つ立地する。2001年に開館した私有のアレラスセンターは地域最大のコンベンション、会議施設である。この施設内のアリーナは様々なスポーツ、見本誌、コンサート等のイベントに使われており、フットボールやサッカーの試合では13,400席、コンサート等では22,000席を有する。 ファイティングホークスのフットボールチームも、このアリーナを本拠地としている。アイスホッケーチームは、ノースダコタ大学のキャンパス内に立地する、ラルフ・エンゲルスタッドアリーナを本拠地としている。1億ドル以上の建設費用をかけて2001年に完成した、このアリーナでは、ファイティングホークスのアイスホッケーの試合のほか表情イベントやコンサート等のイベントも行われる。 このラルフ・エンゲルスタッド・アリーナの西隣に立つ、規模の小さなベティ・エンゲルスタッド・スー・センターは、ファイティング・ホークスの男女バスケットボールチーム、及びバレーボールチームの本拠地となっている。グランド・フォークス都市権力道の遊歩道と自転車道、グランド・フォークス地区公園局は、市内33カ所の公園のほか、ゴルフ場、プール、水遊び場、アリーナ等を運営している。公園には、 各種遊具をはじめ、スケートリンク、野球場、サッカー場、ドッグパーク等を備えているところもある。同局が運営する公園の中でも最も大きいものの一つで、ノースダコタ大学の南に立地するサートマパークには、栃木県阿波の町から送られた日本庭園がある。グランドフォークス市内とその周辺にはいくつかのゴルフ場もある。 グランドフォークス地区公園局は2つのゴルフ場を運営している。市中心部から南へ約8キロメートル、市域南端コロンビアロード沿いに立地するキングスウォークゴルフコースはアーノルド・パーマーが設計した本格的な18ホールのコースである。もう一つのグランドフォークス軍歴史協会のすぐ北のレッドガ子に立地するリンカーンゴルフコースは 1909年に作られた、ノースダコタ州では最も長い歴史を持つ部類に入る、旧ホールのコースである。また、ノースダコタ大学は、レイリチャーズゴルフコースというゴルフ場を所有している。このゴルフ場は2016年、州政府の予算削減のために閉鎖されたが、2019年秋に再開する予定になっている。再開後は、本来のゴルフ場としての市とのほか、 同学の学生や教授、地元企業などが無人航空機のテスト飛行に利用することが検討されている。このほか市境から南へ約3トルレッドガシには18ホールのグランドフォークスカントリークラブが立地する。また、グランドフォークス空軍基地内や近郊のマンベル、ミネソタ州側のイーストグランドフォークスやクルックストン等にも 9ホールないし18ホールのゴルフ場が立地する。グランドフォークス都市権力道は、レッド側の両岸に広がる、2200エーカーの広さを持つ公園である。この公園は、20マイルを超える遊歩道、自転車道を有しているほかゴルフ、ディスクゴルフ、オリエンテーリング、キャンプ、ボート、釣り、野鳥観察、また陶器には、クロスカントリースキーや、スノーモービルと、 足したようなアウトドア活動の場を提供している。この緑道内も含めて、グランドフォークスには、イーストグランドフォークスにもまたがる、総延長57マイルにわたる自転車道が整備、されている。これらの自転車道は、緑道のほか、主要道路の隣、およびイングリッシュクーリーカ市を通っている。レッド側には、車道橋のほか、歩行者、 自転車専用の橋も緑道内2箇所にかかっており、グランドフォークスイーストグランドフォークス漁師の自転車道を結ぶ役割を果たしている。グランドフォークスヘラルド社の時計台、グランドフォークスヘラルドは、グランドフォークスにおける主要な日刊誌である。同志は、南北ダコタ領州の州昇閣に先立つこと10年、1879年に、創刊した。同志は、 グランドフォークスト市圏のみならず、ノースダコタ州北東部の8軍、及びミネソタ州北西部の6軍で公読されており、その範囲は、西はラグビーから、東はミネソタ州、ベミジ、北はカナダとの国境から、南はヒルズボロに及ぶ。同市は1998年、その前年に起きた、レッド川の大洪水に関する一連の報道で、 ピューリッツァー賞公益部門を受賞した。この他、イーストグランドフォークスでは、エクスポーネントという週刊誌が刊行されている。また、ノースダコタ大学には、同学の学生が運営する、ダコタスチューデントという週刊の新聞がある。グランドフォークスの主な AM ラジオ局としては、ニュースやトーク番組を主に放送するノックスが挙げられる。FM ラジオ局としては、 NPR 系のクン FM、KFJM、KQMN、KNTN や、ロックの KJKJ、コンテンポラリーヒットトップ40の KKXL、FM 及び、KZGF、カントリーの KSNR 及びキック等がある。グランドフォークスに置かれている四大テレビネットワークの、支曲は、ABC 系列のホダズ TV のみである。 その他の三つ、CBS、NBC、および FOX は、すべて、ファーゴの支局がグランドフォークスをカバーしている。グランドフォークスの都市圏を形成する、各軍の人口はいかの通りである。いかに、グランドフォークス市における1880年から2010年までの人口推移をグラフおよび表で示す。グランドフォークスが、 阿波の蝶に送ったバッファロー像2019年現在、グランドフォークスは、いかに都市と、姉妹都市提携を結んでいる。グランドフォークスの最初の姉妹都市は、ソビエト連邦チュメニ州南部の町イシムであった。この西シベリアの町との提携は、まだ東西冷戦時代にあった1984年に始まった。しかし、1990年代後半、 ソビエト連邦崩壊後のロシア国内の政治的、経済的混乱の中で、この提携関係は途絶えた。イシムとの提携が消滅したのと入れ替わるように、グランドフォークスは、栃木県阿波野町と姉妹都市提携を結んだ。同町とは正式な提携前、1993年から非公式に交流し、高校生の交換留学を行っていた。 1997年にグランドフォークスがレッド側の洪水で被災すると、阿波野町の住民は総額2万6千ドルに上る募金を集め、義援金としてグランドフォークスに寄付した。翌1998年に両市長は正式に姉妹都市提携を結び、2003年には阿波野町からグランドフォークスへの贈り物として市内のサートマパークに、 日本庭園が増援された。一方、グランドフォークスからも2004年、阿波野町に、バッファロー像を送った。2006年に、波野町が、カヌマ市に合併されると、提携は解消されたものの、交流自体は続いた。その後2015年、カヌマ市との間に、友好都市提携が再調印された。サルプスボルグとは2005年に提携を結んだ。グランドフォークスには、 ノルウェー系の住民も多く、これが同志との提携につながった。サルプスボルグ創設1 0周年となった2016年には、その1 0周年記念祭に市長がグランドフォークスを代表して出席し、また、サルプスボルグからも楽団を招いて、グランドフォークスのほか、ミネアポリスやファーゴでも演奏会を開いた。これらアメリカ合衆国外との姉妹都市提携のほか、 グランドフォークスは州内のディッキンソンとも2002年に提携を結んでいる。州東部のグランドフォークスと西部のディッキンソンとが提携することにより、互いの観光促進及びコミュニケーションの活性化を狙っており、交流よりは戦略的側面が強いものになっている。ありがとうございます。